はい、マルセイユ来ました。もうスイスからね、乗り継いで丸1日かかって昨日の夜着きました。それでね、今マルセイユのね、ノートルダムっていう教会の、上から撮ってます。なんかね、眺めいいですよね。ちょうど下の方に見えるとこが、ホテルですね。そこの多分あそこって言ってもちょっと分かりにくいね。ちょうどね、正面の前にあの鉄塔みたいな ビルが、高層ビルみたいなのあるところのちょっと手前のちょっと四角くなったところって言ってもちょっと分かりにくいかな。まあ、そこが、泊まってるとこでした。でここはね、ノートルダムって言って、パリにあるノートルダムとなんか姉妹教会っていうのかな、なんかね、それと関係してるみたいですね。でも本当大変でした。疲れました。1日がかりで来ました。乗り継い で途中ね、リヨンの駅で、駅ピアノのね、やってる人の、写真も撮りました。モノクロームでね、撮りました。まあいろいろね、撮れてるからまあいい感じですね。で、まあ、自分もね、あの M10R で撮ってるんですけど、M11 ですね。で、M11 はワイドは少しこう、変な風に映るんだけど、まあ標準だったらいいってことで、一応今こういう標準の圧発ミクロンをつけて撮ってます。でもね、これは問題なく撮れてるので、まあそれ問題ないって言い方も変なんだけど、まあ、ソフトでやると大丈夫なんで、ちょっと JPEG で撮るとね、やっぱりちょっとバグが感じるので、まあこれ戻ってからの問題ですね、これね。で、今のところ全然綺麗に撮れてます。で、まあ今日はね、ここにもう一泊して、明日から南フランスの方にレンタカー借りて移動しながらパリに向かっていこうと思ってですね。多分だから1週間ぐらいかかるんですかね。で、まあそこに、行けば、まあ、かなりいいかなと。でね、やっぱ昨日のね、ホテルと今日のホテルも5つ星なんだけど、今日のホテルと昨日の泊まっていたね、ホテル、スイスのホテルではもうサービスの体制がもう全然違う。でね、やっぱりね、昨日のホテルが良すぎたね。なんかね、結局普通のまあご飯なんかね、朝食なんか取りに行くんだけど、朝食取りに行って、そうすると戻ろうとすると、あ、お皿持ってくよみたいな、 I take なんて言ってね、持ってきてくれたりとかね、もう至れり尽くせりですね。今日のところはちょっと違うかな。今日のところは昨日ね、来たらなんかね、ホテルに5つ星なんだけど、ホテルに入ってみたら、なんと冷蔵庫見たら缶コーラが空いててね、で一応それに対して文句言ったら、おおなんつって、すごいおおで済んじゃうのかよみたいな感じだけど、まあね、まあちゃんとやってないってことですよね。まあ今までのね、ホテルから来てマルセイユだとかなりこうレベルは落ちてるみたいなしますね。でも本当にいいとこですね。で撮影も順調でね、本当にいい感じに撮れてるので、これ一冊にまとめたらね、かなり面白いものになるかなと。まだまだこれからね、撮るのでいいと思うんですよね。マルセイユはね、自分は初めてで、25の時一人旅してね、本当にいい旅をしたなと思うんですよね。でこういう旅があったことで、まあ、今があると思ってるんですよね。なかなか皆さんもね、若い方はね、どんどん旅をしていろんな経験を積んでいくといいと思うんですね。やっぱりその経験というのが一番大きいので、やっぱり人との出会いだと思うんですよね。今回もスイスでも日本人の方とも出会ったけど、やっぱり出会うことによってね、人の出会いっていうものがすごく大きいということ、それをね、自分は感じてきましたね。やっぱりずっととにかく、まあ田舎から出てきてね、右も左もわからないような人に巡り合ったことによって、もうものすごくこう助けられたからね。で今になってみても思うことはね、やっぱこういうところ来ても
常にそうやって助けられてるってことを自覚してね。そしたらそのスイスのホテルでもね、料理長になってる方がね、やっぱりそういう感じで旅を続けてるみたいな感じがあってね、いろいろ教えてくれて、でそこのねスイスで教えてくれた鉄道のアプリがあってね、その鉄道のアプリを入れると自分が走ってるところ Google マップみたいなもんですよね。自分が電車に乗ってて今どこを走ってるかっていうのが全部わかるようになって、ところがねフランスに来た途端にやっぱそれが使えなくなっちゃうっていうね、なんかもうそれでちょっと大変だったけど、でもねリヨンの駅のね駅ピアノは良かったな、なんか感動しましたね。黒人のね若い男性の方が弾いてるんだけど、まあ、それをちょっと撮らせてもらったんだけど、まあそういうのも、まあ、すごく感動するしね、まあ、とにかくこう自分がね25の時ね、今から考えて50年くらい前ですね、50年じゃない45年くらい前か、ね、やっぱそこでね一人旅したことがね今の人生こんなに変えるってね、でこの辺のところマルセイユとこの辺はずっと電車で通っただけだったと思うんだけど、この海岸線とかねずっと電車に乗って、とにかく必死でしたね。必死っていうかね、皆さんもね若い方でね、これから旅ができるようなそういうことがあったらね、ぜひ旅をしてねやってもらいたいと思うんですけど、やっぱ旅をすることっていうのはねすごい成長できるような気がするね。まあ当時はね50ベンツのね50ベンツしか持ってなかったからね、ワイドなんてのはなかった。ね、まあ、スナップとかねいろいろこう考えていくと、やっぱり50ミリから35ミリぐらいが一番こう理想的なんじゃないかなって気がします。自分がワイドっていうのはね、スイス行った時に OK はいいんだけど、こういうのスナップとなるとやっぱり50から35ミリぐらいを、常にね持って、まあ、スナップするということを忘れない方がいいと思いますね。あんまり写真にねこだわってね、その形にこだわらない方がいいと思うね。まあね、こういう風に撮らなくちゃ、ああいう風に撮らなくちゃ、こういう風に撮らなくちゃじゃなくて、y también el de ¿te acuerdas de la película de la cámara de hierro? そういうのがいいと思います。あんまり自分でね形を作りすぎてしまうと、形作って写真を並べた時にどれもみんな同じになってしまう、この難しさがあると思うんですよね。でもまあ日本でもねまだまだいいとこいっぱいあるからね、いっぱいあるから、まあいろいろ旅をするといいと思いますね。まあね、どうですか、皆さん。みんなマスクしてない。そう、あのね、マスクをしてる人はほとんどいないけど、マルセイユに入った時ね、リヨンの駅かな、リヨンの駅ではね、マスクをしてる人がちらほらいて、で、まあ、乗り方が分かんなくてね、こっちって日本なんてのは本当に便利だなと思うのがね、日本は何番線の何号車なんて分かるんだけど、もう本当向こう分かりにくい、そこは分かりにくいところがね非常にこう大変ですよね。この風景どうですか、これすごい綺麗ですよね。ほらいい感じですよね。今日特にね曇ってるんだけど、まあモノクロームで撮るのにはこのぐらいの曇りの方がいいですね。あ、5年前にパリ、マルセイユ、モナコ、ミラノ、フィレンツェ、ローマ、いろいろ行ったんですね。これライブ配信だとこっちのだと消えちゃうね、コメントがね。で、読まないとあれですね。ね、いいですよね、この景色。ああ、南仏素晴らしいですね。あ、ビルフランスメール、フランスメール。あー、モノクロで撮りたいよね、本当ね。やはり日本光は日本と違うものです。まあ光はそんな変わんないですよ。
ただそのね空気感っていうのはね確かにこう映るんだけど、まあ、スイスとマルセイユ比べるとやっぱスイスは光がクリアですね。でマルセイユ来るとなんとなくこう光にドヨーンとした感じがある。それがこうの、まあ、雰囲気になってるんでしょうね。まあでも本当に、まあ、こういう風景の中にねこういてしばらくしてるとなんかいいですね。これからねゆっくりとねこの下に向かって下にちょっと見えますよね港がね。あの辺まで歩いていこうと思ってですね、来る時はタクシーで来たんだけど、まあ下りはね歩いてまあ多分1時間半かそのくらいだと思うんだけど、スナップしながら行ければより面白いものが撮れるかなっていうふうには思いますね。皆さんとね一回本当にこういう撮影旅もしてみたいですよね。どうでしょうか。いい風景ですよね。ね、こんな時にねライブ配信をご覧になっていただける方が、いるってことは嬉しいですよね。なかなかでもね実際こんな風にしてねライブ配信ができるなんて思ってもいなかったからね。携帯でこれやってるんだけど携帯でもねこんな綺麗に出ちゃうんだっていうね。フランス人たちはおしゃれですかって、おしゃれ、まあおしゃれはおしゃれかな。でもねおしゃれに関していくとね昔からなんだけど年を取られた方がみんなブランドのものを持っててね、若い人はねもうブランドなんか持ってないし化粧もほんとしないんですよね。あーアンディさんどうですか調子は。こんなねライブ配信ができるなんて思ってなかったからね。携帯はすごいよね。やっぱほんとね実際こうやってみるとわかるけど全然携帯でこんな綺麗に撮れながらできちゃうんですね。もう携帯が一番綺麗に撮れるような気がする。でやっぱりさっきもね教会の内部をアポズミクロンとかでつけて撮ってたんだけど、まあ M11 も調子悪いって言いながらそれにまだそれで撮ってみたいと思う気持ちにさせるのもライカなのかなって気がしますよね。ね、いいですよね。またね港町からもね降りてった時に、降りてったらもう夜中になっちゃうのかな。ね皆さんねなかなか夜お付き合いしてったんで、ね、大変だからですよね。でも一人でも二人でもねご覧になってる方がいればまたそれはそれでいいと思うのでなるべくやってみたいと思います。また会いましょう。近くね歩きながら行っていいとこあったらねまたライブ配信しますのでよろしくお願いします。